皆さんこんにちは、タクシーチャンネル、源太です。本日は都内タクシードライバーが10日間やってもらったチップを集計してみました。その結果がこちらです。ドン。この金額どうですか？多いと思いますか？少ないと思いましたか？10日間もらった金額をレシートの裏に書いてみたんですが、そのメモがこちらです。実はチップをもらえるシーンっていうのはある程度決まっていて、だいたい4つか5つこのシーンのどれかでチップをもらうことが多いです。まずは現金支払いの時、最近流行りのキャッシュレス決済の時は基本的にはチップはもらえません。なので現金支払いの時、そういうお客様からチップをもらうことがあります。次に酔っ払いのお客様の解放者、お連れ様からもらうことがあります。酔っ払いのお客様は基本的にはうるさかったり、ちょっと気持ち悪いような、体調で乗られる方が多いので、申し訳ないなっていう感じでお連れ様がチップをそっと置いてってくれることが多いです。次はお金持ちですね。特にマダムのお客様が、チップを置いてっていただけることが多いです。東京のエリアでいうと市ヶ谷、麹町の後ろに1番町とか2番町があるんですけど、あの辺りに住んでいらっしゃるお客様や、あとは文京区ですね、文京区エリアにお住まいのお金持ちのお客様からチップもらうことは多いです。車椅子対応があったお客様もチップをもらうことは多いですね。車椅子のお客様はどうしても乗車に時間がかかるので、その分チップとして置いていっていただけるのかなというところもあります。あとは最後、一番多い例で会話が続いたお客様ですね。車内で会話が、盛り上がるというか、自然な感じでこう繋いでいくと、降りるときにありがとうね、楽しかったよって言ってチップを置いてきていただけるお客様多いです。会話は無理にそのしないように私はしてるんですけど、そのチップ目当てで絶対会話するのは全然良くないと思うんですけど、やっぱりその人間ですので、会話が楽しかったよって言ってチップを置いてもらって、得ると嬉しい気持ちになりますね。私は1回の出番で、500円とか400円とか、それくらいの金額が平均のチップ額になるんですが、この金額は本当にその乗務員それぞれ人によるんですよね。私の10倍ぐらいチップもらうような先輩もいましたし、全くもらわない方もいますし、接客の仕方っていうんですかね、そういうのが非常にあるのかなとは思います。チップをもらうことを目的に仕事をしているわけではないので、大切なのはそのメーター料金ですね。メーター料金をしっかりもらうと。で、たくさんのお客さんを乗せて、単価のいいお客さん、いい仕事をして売り上げを上げるのが我々の仕事の本質ですが、チップも特収入というか、ものにはなるかなと思っています。最後にチップの今後ですが、これからはキャッシュレス決済がさらに、大きくなっていくと思うので、チップの額はどんどん減っていくと思います。かつて私が、この業界に入った頃はもっとチップの量多かったんです。1食分の食事は賄えるくらいもらっていましたね。だいたい1000円、1000円以上はもらったかなと思います。今はキャッシュレス決済も含め、そういうお客様とのコミュニケーション少ない時代なので、チップの額はどんどん減っていくと思います。なのでメーター料金でしっかり金額を稼げるように努力していきたいなと思いますし、皆様にもそういった営業のスタイルを行ってほしいなって私は思っています。本日はチップの話でした。最後まで見ていただきありがとうございます。コメント、いいね、チャンネル登録ですね、よかったらお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。